今回ですね、まあ名前のごとくすごくこれ新製品で出るんですけど、まあ餌としては両団子からセットまで、もう浅い棚からもう深い棚までどこでも使えるように作ってあります。で今回はですね、バラケにグルテン、そういう感じでブレンドした餌をですね、作ってみたいと思います。これがすごくが2、それにシンビーが2、これに水1を入れてマッハを入れてもいいし、まあマッハを1先にこう感じにね1杯入れて、それから水1でもいいです。それはこの1杯入れるなんていうかな、マッハを入れることによって先に全部入れて水1の方がボソっていう感じで、まあ水を入れてその後にマッハで締めるような形をするとやっぱりちょっとしっとりという、そういう感じに仕上がります。ちょっと水を一杯入れて、まあ普通の餌を作る感覚ですね。指を立ててただかき混ぜる、全体に水がいったら出来上がりです。そんでこの混ぜるときに皆さんが一番嫌がるのは、いつまでこうやって混ぜると粘るんじゃないか、そういう心配があると思いますけど、これはもう一生懸命こんな感じでもいくらでもいいですから、こういう感じでまあダマのないようにちょっと手の甲で鳴らしてやって、これで出来上がりですね。これができた餌、ボソボソの餌ですけど、これをまず空気を抜いて、このままですね、空気を抜いたまんまでこんな感じで貼り付けしてもらっても結構だし、またこれは一つは手水をつけてこんな感じで、こんなに練るのっていうくらいこんな感じで練って、手にベトッときたぐらいでちょうどいいかな、そのぐらいでやめてもらって、この餌も結構です。同じような機能でですね、練ったからって手に当たるような粘り感、今までのねいやらしい感じは全然ないんで、練って OK、 空気を抜いたまんまでも OK。だいたい空気を抜いて肩ボソでつけた餌っていうのは、今までの従来の餌ですと張り抜けして浮きがストンと上がる、こんな感じが見受けられるんですけど、この餌についてはじわ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 抜けていく、これが特徴です。またこの練り込んで、なんでバラカなのに練り込むの、練り込んだ餌はね、食いしぶりの時には非常に細かくばらけていくんで、ちょっと柔らかくするかなんかしてね、あとはもっと硬くてもいいから思いっきり練ってじっとつけとくか、この餌はそれでじわ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 同じように抜けてきますから、なんで練っても同じように抜けるのか、これがこの餌の特徴ですね。